はアメリカ合衆国の俳優、コメディアンである。1973年、ワシントン DC に生まれる。両親はそれぞれ大学教授だった。後に両親が別居すると、母親と暮らすようになったが、夏の間は、オハイオ州の大学で教弁をとっていた、教授の父親と過ごした。地元の高校を卒業した後は、ワシントン DC にある芸術学校。 デューク・エリントン・スクール・オブ・ザ・アーツで演劇を学んだ。その後、ニューヨークへ渡り、本格的にコメディアンとしてのキャリアをスタート。皮肉とブラックユーモアを合わせた芸風が徐々に認められていき、コメディアンとしての知名度も上がっていった。19歳の1993年にメルブルックスが監督したロビンフット・キング・オブ・タイツへ出演して映画デビュー。1996年には、 エディ・マーフィ主演のコメディ映画、ナッティ・プロフェッサー・クランプ教授の場合へ出演し、マーフィ演じる主人公の男を罵るコメディアンを演じた。2003年にケーブルテレビチャンネルのコメディセントラルで自身の冠番組、チャペル・ S 賞ショーの放送が開始され、アメリカ文化や黒人差別などのテーマを独自の視点の皮肉を織り混ぜたスケッチコメディを披露した。 また2005年にはヒューマンネイチャーやエターナルサンシャインなどの監督で知られるミュージックビデオ監督出身のフランス人監督ミシェル・ゴンドリーがシャペルに関するドキュメンタリー映画ブロックパーティーを制作。シャペル自身も同作品にはホスト、脚本、プロデューサーで参加している。現在も映画やテレビで活躍する一方、スタンアップコメディアンとして劇場やクラブなどで 定期的にステージに立っている。ありがとうございます。